宮城県と福島県で震度6強を観測した地震で、本州と結ぶ北海道新幹線は今日大半が運休となっています。地震発生時の帯広の様子です。宮城県と福島県で震度6強を観測した地震で、道内でも帯広や函館、それに釧路など広い範囲で震度3の揺れを観測しました。この地震で宮城県内で東北新幹線が脱線した影響で、北海道新幹線は東京や東北方面と結ぶ26本のうち24本が運休または部分運休となりました。こんなこと初めてなんでね、もう予想もしてなかったんで本当にびっくりしました。一方、日本郵便と佐川急便は地震による高速道路の通行止めなどの影響で、東北地方宛てと東北地方からの荷物について配送に遅れが生じる恐れがあると発表しています。